作戦の部下。さて今回はタンギングのスピードアップについてお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、 YouTube のコメント欄に来ました質問にお答えしたいと思います。タンギングのスピードアップについてですね、質問が来ました。あとスピードアップしていく際にどれぐらいのテンポを目標にすればいいのかということとかですね、下のこう突き方ですね、タンギングのやり方について質問が来ましたのでお答えしたいと思います。まあ、タンギングはですね、サックスにおいてすごく大事な奏法になっておりますけれども、まあなかなかですね、ベロをねこう使ってやるのがタンギングですけど、最初にですね、まあ、結論的なことから言うと、あのこのベロでねこうタンギングしていくわけですから、まあ、筋肉をね使うということなので、筋トレ的なですね練習をしていけばいいと。要するにですね、軽い負荷からだん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 、重い負荷に変えていくということですね。ただそれもですね、まあ、負荷というのはテンポですね、ゆっくりのテンポからやってだんだん速くしていくと。それで自分の限界を見極めながら、その限界まで行ったらちょっとテンポを落として、そこでたくさんやり込んで、でまたその限界のテンポ、それよりちょっと速いテンポでやると、その限界が超えられていくというやり方があります。ですけれども、まあタンギングもですね、まあ限度がありますから、目標テンポっていうのはね必然的に決まってきます。そのあたりをですねしっかり解説していこうと思いますので、タンギングが苦手な方とか、タンギングがもっと上手くなりたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために、様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本題入りたいと思いますけれども、まず質問内容の方を読みたいと思います。この方はですね、ピラさんですね。ありがとうございます。ミキさんこんにちは、いつも参考になる動画ありがとうございます。2度目の質問させてください。最近タンギングのスピードアップに取り組んでいて、テンポ100の16部は安定してできるようになってきましたが、それ以上だと瞬間的にはできるものの持続は難しいところです。以下質問です。1、タンギングを速くするコツやトレーニングを教えていただけないでしょうか。2、目標としてテンポいくつの16部ができれば良いでしょうか。タンギングは舌先を舌の範囲の裏に当てるように配置し、舌の、ベロですね、ベロの腹を押し上げてリードに触れるようにしています。フォームの改善などあればご教示くださいということですね。どうもありがとうございます。まあ3つ、質問が来たって感じですけれども、まずですね、タンギングのですねフォームということですけれども、まあフォームというふうにあんま僕ら考えてなくて、要するにその発音の時の言葉ですね、それを重視しています。それは to です。 to という言葉に全てがですね、凝縮されてます。なんで to かというと、まず t の発音ですね、 T っていうのは T と D と L と N は全部下の動きとしては同じなんですけど、トゥートゥートゥとかドゥドゥドゥとかルールールーとかヌーヌーヌーっていうとですね、ベロがですね上の歯のですね手前のところにこう当たるんですね。まあ、トゥートゥートゥーって言ってもらったらすぐ分かると思いますけど、その動きを使って、いくだけですので、このサックスをですねこうマウスピース加えた状態でこうトゥー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 ってやって、自然に当たるとこでいいんじゃないかなと思います。で、よく勘違いするのが、下の先でリードの先をこう弾こうとする人がいるんですけど、それはもう無理ですからね。リードの先をベロの結構手前の方になりますね。トゥーって発音すると結構手前の方で弾くことになりますので、もうその場所でいいと思います。普通にトゥーって言ってリードに当たるとこ、それを確認するといいですね。それでそこでひたすらこう、まあ、早くね、使えるようにしていくみたいな感じじゃないでしょうか。あとですね、まあ、質問のちょっと回答が前後してるんですけどね、今3つ目をね先に答えましたけども、2つ目はですね、目標としてテンポいくつの16部ができれば良いでしょうか。これ2つ目の質問ですけれども、目標というか、まあ、絶対ではないですけれども、せいぜい120ぐらいじゃないですかね。テンポ120で16部で、まあ、1小節とかタンギングできたらいいんじゃないですかね。僕の経験上ですね、そんなに鬼のように速いタンギングが細かいその16部でめちゃくちゃ速いテンポでひたすらタンギングで吹き続けないといけないっていうのは、まあ、そんなに出てこないかなと思いますね。まあ、出てきてもその120以下じゃないですかね。であとはエチュードでですね、フェルリングっていう音大生がやるエ
チュードがあるんですね。まあ僕もかなり練習したんですけども、それで確か126-132ぐらいのですねテンポの16分のフレーズが出てくるんですけど、それはですねもうちょっと吹けなかったですね。まああれはちょっと物理的に無理じゃないかなと思います。まあそこまでできなくても、そのまあ一般的な楽譜だったらその不自由しないんじゃないですかね。例えば吹奏楽の曲でも大丈夫じゃないですかね。で極端に早い場合は別途ですねダブルタンギングをマスターしたりした方がいいかもしれないですけど、またそっちになるとね、まだちょっと今回のテーマが外れていくのでダブルタンギングには触れないですけれども、まあ一般的な楽譜を吹く分にはテンポ120で16分で吹けたらいいかなと僕は思います。で僕自身がそれがまあ限度になってますので、それ以上早く吹かないといけない場合は僕よりタンギングが早くできる人に弾いてもらったらいいかなと思います。で次ですね、一つ目の質問に、回答しますけれども、タンギングを早くするコツやトレーニングを教えていただけないでしょうか。こちらですけれども、このホワイトボードの方にですねちょっと練習法を書いてみました。まあいわゆるよくあるやつですね、四分で吹いて八分で吹いて三連で吹いて16分で吹いて最後全音符で伸ばすというやつですね。テンポが80ぐらいから初めて120まで上げていくと。でこの場合はテンポを5ずつ上げていくという感じですね。でそれをバリエーションをつけるとね有効なので、例えばテヌートでこう練習して、でその次はスタッカートで練習してみたいな感じですかね。で下付きなんですけど、テヌートの場合はトゥーという言葉で練習してください。でスタッカートね短く吹く場合はトゥ、ちっちゃいツを入れるようにしてください。じゃあですねリードに対してタンギングがまずトゥーで弾いてちっちゃいツでまた触れる、これで音がこう切れるね、トゥトゥトゥってこう発音した音を切るっていう動きが入りますから、綺麗にタンギングができるようになります。それではですねこの課題をですねテンポ80でテヌートでまず吹いてみます。でこちらですねテンポ80で鳴らしてます。じゃあこれでまずテヌートの方でね吹きますね。こんな感じですね。これができたらですね、そうですね、85に上げました。で、まだ同じようにやります。感じですね。まあ、5ずつ上げていくと。じゃあですね、ちょっと限界のポイントが、例えば、これ110ですけれども、110が限界だとしたら、105に下げてですね、これでたくさん練習すると。で、また110に上げてみたいな感じで、限界をね、こう探っていきます。そこよりちょっと遅めで練習して。で、それをたくさんたくさんやると、その限界のポイントも余裕が出てくるようになって、そこをまた打ち破ることができるっていう感じになると思いますので、まあそのようにしてですね、自分がどの程度のテンポで吹くのが限界か見極めるようにしてください。そういったですね、ことはですね、すべてこの、なるべくこう数字とかですね、まあチューナーであれば、ピッチ高い低いとかね、こういう機械を使ってちゃんとこう明確にしておくのがポイントになります。その方が対策も打ちやすいかなと思いますね。でですね、はい、あとですねテンポ120で、テヌートで吹いてみたいと思います。これがテヌートのテンポ120ですね。まあ、これぐらいで吹けてたらいいんじゃないかなと思いますけど、あとスタッカートでもやっておきます。で、スタッカートでやるとですね、まあ、先に言っときますけど、16部は短くするのは限界があります。まあ、スタッカートで半分の音符と半分の9分になりますね。4部音符で吹いてたら、8部音符と8部9分になりますよね。だから、16部で吹くと32部音符と32部9分みたいになりますから、まあ、ちょっと短く吹くのが限度が出るのに似たような感じになると思いますけれども、その辺はですね、ちょっとご容赦ください。じゃあ、スタッカートでテンポ120で吹いてみたいと思います。はい、こんな感じでね、結構
結構120でね、16で吹くんで結構難しいかなと思いますけど、まあこんな感じになるかなと思いますね。まあ何らか参考にしていただけたら幸いです。で、あとはですね、まあスタッカートとこうテヌートを混ぜてですね、トゥー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 トゥとかですね、トゥー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 トゥとか、まあいろんなそのアーティキュレーションにしていってもいいかもしれないですけれども、基本的にはこのテヌートとスタッカートとやってもらったらいいんじゃないかなと思いますね。あとはその出てきたその曲のアーティキュレーションでこれ置き換えて練習するとかね、やればいいと思います。あと最後星印のところですね、ルーティーンで毎回練習しようということで、タンギングはですね、舌をね、筋肉を使ってやるわけですから、まあ筋トレという風に捉えてもらってやってもらうといいですね。まあ筋トレはですね、まあやればやるほどね、筋力アップしますし、ベロのこうスピードもね速くなってくると思うんで、まあそのようにして、日々のルーティーンで、行ってください。まあ、1回の練習時間はですね、あんま長く取りすぎたらちょっとベロがバテちゃうので、せいぜい5分か10分程度じゃないですかね。それをですね、毎回しっかりやるようにしてください。じゃあタンギングはどんどん得意になっていくと思います。という感じでですね、サックスに関することであれば何でも YouTube のコメント欄の方に書いていただけましたら、こんな風に動画やテキストで随時、回答していきます。些細なことでも構いませんので、どんどん書いてみてください。ただいま質問大募集中です。サックス戦の